ちゃんとついてきなさい。遅れても待ってあげないわよ。ハイヌストが北西方向より急速に接近している。粉砕の防衛線まで20キロもない。全ての作戦部隊を集合させ敵を全力で止めろ。決して内海に入れるな。敵の火炎には共同が多く含まれている。汚染に気をつけろ。朝廷の支援はまだか。あの化け物がもうすぐディスシティに侵入する。そうなったらイレギュラーキューブがいくらあろうが手遅れだ。チッ。第3班は設備を回収。第4班が代わりに奴を食い止めろ。できるだけ長く。第5、第6は何をしている。早く準備を整えろ。急っ。うわっ。あれは見たことのない人間の術式。まずい。共同が枷を侵食している。局長、危険です。早く手を離してください。火に異変、神の裁き。燃ゆる惨禍、万物滅ぶ。Poison uncured from plants impure. Dragon's frenzy, bane of the sea. Minds invaded by foul spirits. 10 suns in sky, lest cross survive.Crimson bow taut, white fletchings shot. Where sun sank low, my heart finds home.
face your doom. As you wish.つまらないわ。また呼吸をしている者に救済を与える。本当に行くのか。あなたたちの帰る。排除作戦は成功しました。SQ首都の制圧および撃退完了。危機は去ったとみなします。 FAC はリング研究所とともに引き続き警戒しながら捜索に当たってください。戦闘はまだ終わっていません。肺の首都はまだ生きています。首都は自身の破壊力と、そして決して侵入を諦めない意思を明らかにしました。各部門は速急に体制を整え、敵の次の攻撃に備えてください。まだ起きたばかりなのですから、無理をしないでください。直接邪水の炎に触れるなんて全く無茶をしますね。ほら、カセも燃えてしまったようです。しばらくは熱が続くでしょうね。そんなに汗をかいて眉を潜めて、もしかして悪い夢でも見ましたか。
よければ教えてもらえませんか。私のことを覚えていないなんて、リスの用心もひどいものですね。せっかくあなたを邪水から助けたのですから、少しは覚えていてほしかったです。私はトジャクと申します。東州都市連盟が派遣した施設であり、ディスの上帝が最悪に対抗するために招いた客人、そしてあなたをキング、いえ灰の使徒から助けたあなたの命の恩人でもあります。まずは感謝の言葉が聞きたいですね。もう苦しまなくていい。曲を聴きたいなら人数分払いなよ。違法との協力は久しぶりだ。今までその必要がなかったからな。しかし今は特殊事態だ。あの化け物をよく知る専門家を持つ当州の経験を我々も必要としている。よろしくお願いする。金雨現れ干ばつ降るう、全ては始まりに過ぎません。
東州使節団の代表として邪水がここに現れると分かった以上、見て見ぬふりをするわけにはいきません。もともとあれは長年東州を害してきた怪物ですが、我々も戦い続けて数十年、少しばかりの経験を積んでいます。去年の天災であれは封印を破り外に逃げおおせました。東州としてはどこまでも追いかけて捕まえる所存です。我々がここまで来たのも災いを鎮めるご協力をさせていただきたいと考えたからです。7年前に奴を倒したことがあるだと。あれほどの灰の使徒を相手にイレギュラーキューブをどのくらい消費した？実を言うと、106年の天災により貿易が隔たれたため、当州が持つイレギュラーキューブはほぼ皆無でした。我々は自身の力のみで金羽を倒したのです。我々も昨日の作戦記録を確認しました。あなたたちは確かに何らかの術式で使徒金羽を見事に制圧しました。その術式は著しい効果を持っており、現代のイレギュラーキューブ技術とは異なるものです。当州では特殊な秘技を用いて共同を操ると聞いていましたが、それは一種の共同術式でしょうか？それはどこから手に入れたのですか？具体的な開発については。当州のカンナギに代々伝わってきた術式で、金羽の行動を多少ながら制限できるというだけですよ。我々が災厄を克服し邪水を退けたのは、当州で数千年間伝わってきた古の神話の作用が大きいのです。陰性の落下、災厄の降誕、我々の先祖は大昔に大災変時代を予言し、邪水を退ける方法を伝説に残しました。陰性の落下もわずか100年前のことだ。そんな大昔に当主は災厄を予言していたとでも言うのか？数千年前といえば人類はまだ火薬も発明していない。そんな状態で灰の使徒に対抗する方法を見つけ出したというのか？昔から当州ではカンナギと呼ばれる天地と対話する力を持ち、神話を解読して書に残す者がいるのです。それでは彼女に説明してもらいましょう。秘任編、神の裁き、燃ゆる山河、万物滅ぶ。グエン・フゲキ、イエイエンだよ。フゲキっていうのは天地と対話して経文を読み解き、邪水をのけ万民を慰めるための存在なんだ。今読んだのは当州の千年神話ニツヒフなの。それは金運災害の由来や顛末、そしてそれを退ける秘術を記録したもの。イエイエンは全部覚えてるんだ。それはね、昔々太陽から金羽という大きな鳥が生まれた。炎に包まれ
大きな力を持つ鳥は神であり邪水でもあった。金運はしっかりと祀らねば、怒り狂い行く先々に災いをまき散らす。すなわち草木毒され、霊は止む、悪流暴れ、波は荒ぶる。あやかし夢にいで削れゆく魂、灯火が焦がし民大のす。けれど俗世は辛く、収穫もお供えも減り、鳥の神である金羽は激怒して三つの災いを下して民を罰した。最後には太陽も塔も同時に昇らせ、この世のすべてを燃やし尽くそうとした。そしてよの英傑、歌に求む。弓は引かれ、光を放つ。民が苦しむとき、まさに英雄が現れる。名もなき英雄は天を貫く若木の枝を折り、東海より流脈を探り、炎に恐れることのない妖霊の羽を編み、最後に万里を越え、九天をもうがつ神弓を作り出した。そして民の擁護と共に盛大な祭壇を前に。英雄は弓を引き、九つの太陽を次々と射止めた。空に金羽という太陽だけが残るまで。金羽は怒りと共に逃げ回り、最後にこう言った。この虫けらめ、お前が寿命を迎えた後にまた現れるからな。そして英雄は笑った。いいだろう、俺の後にもまた新たな英雄が、新たな神弓が現れる。新たな伝説が紡ぎ出されるのだ。お前がいつ来ようが、その時は神ではなく射止められるバカ鳥に過ぎん。はっはっはっ。以上がミツシフのダイジェスト版だよ。これで金羽の対処法も分かったし、行動できるでしょ。え、神話でちゃんと言ってたよね。天を貫く若木の枝を折って、東海から龍脈を取って、妖霊の羽を編んで、最後に万里を越え、九天をもうがつ神弓を作り出す。それで金を落とせばいいの。神話は深い意味を持たせた比喩で、神様がうちらにくれた試練なんだよ。普通の人にはわからないかもしれないけど大丈夫、天地と対話できる人たちに解読を任せればいいの。それこそが代々伝わる不劇の、つまりうちの仕事なんだ。イエンエンはグエン城の今代のミスシ不劇なの。うちがみんなを導いて典型を探して、伝説通りにシアジスの神弓を作るから。それができれば金を撃ち落として一件落着ってこと。時間の無駄だ、俺は前線に戻る。使徒の目的地は内海だ。前回は20キロ離れたところで止められたが、それによる共同の共鳴はすでに3つのブラックリング廃墟に広がっている。部隊を投げ出してこの会議に参加したのは、灰の使徒に対抗する術を探すためだ。そんな違法のガキのおとぎ話を聞きに来たのではない。前線で犠牲になった兵士のことを何だと思っている。
ちょっと待って、イエイエンは本気だよ。すごく頑張って不撃の修行をして力を手に入れたんだ。ほら、コンビクトか。はいはい、東州では100キロも離れれば各町の風習もかなり異なってきます。ましてや500キロも離れているディスシティです。相手に分かるように伝えることが肝心ですよ。私は使節団の学者です。専門は東州神話ですが、ディスシティの科学理論についても少しは学んでいるつもりです。双方とも世界への認識がいかに異なっているのかもよくわかっています。それでは僭越ながら通訳させてもらいます。東州では霊感の高いわずか一握りの人たちは未知を悟り、天地と対話し、万物と通ずる力を手に入れ、カンナギとなることができます。ここでその力を持つ者たちはコンビクトと呼ばれ、どこかの局長さんに捕まって幽閉されるようですが、東州ではカンナギは尊敬される存在です。特にイレギュラーキューブが不足している時では、カンナギは天才に抗う力となっています。こちらにもコンビクトの専門家がいる。その子や君たちカンナギというものの力がどれくらいのものかも把握しているつもりだ。どうでしょうか。去年の8月、イェンイェンが高齢により金融がディスシティに向かったことを知り、こうして私たち使節団が海を渡ってここまで来たのです。もしそれが一歩でも遅ければ、金融は昨日のうちにあなた方の防衛線を破っていたのでしょうね。神話は1000年以上前からあるものなので、曖昧で解読しにくい部分もあるでしょう。しかしその中で確かに証明されたものもあります。金羽が暴れる時には行く先々に災いをもたらします。草木毒され、波は荒ぶる、あやかし夢にいで、この3つの現象は先ほど言われた通り、すでに3つのブラックリング廃墟で前兆が現れています。3つの災いの後、金羽は迅速に成長し、やがて都市をも壊滅してしまうことでしょう。時間はありません。ここで互いに疑心暗鬼になっても仕方がないと思いますが、それとも皆さんは自らの目で塔の太陽を見たいのでしょうか。私たちの故郷を滅ぼし、数百万もの民を苦しめ、当主を生き地獄にしたあのおぞましい天才を味わいたいとおっしゃるのでしょうか。それは脅しのつもりか。続けてくれ。我々にはそういった現実と関連のある情報が必要だ。どうか協力して天才を阻止してくれ。
いえいえ、私はただの神話学者です。金羽に対抗する主力はやはり使節団の封印師と神話を解読する不劇です。彼らにはリスの協力がなくてはなりません。こちらの局長さんがいてくださると安心です。これからは局長さんのお宅ではなく管理局にお伺いしてもよろしいでしょうか。これから共に協力するためにもいろいろと相談したいことがありますので。確かに彼らの協力は必要です。しかし彼らの企みにも警戒しないといけません。あちらは8年も交流がない異邦のご友人です。曖昧な神話といい、よくわからない術式といい、奇妙なものばかりです。彼らが本当に何かを企んでいるのなら、使徒の危機に直面しなければならない今、我々は極めて苦境に立たされることになります。ですから彼らに協力すると同時に局長には警戒してもらいたいのです。また連絡します。それではよろしくお願いします、局長さん。しっかり俺についてきてくれよ。あなたの部下は責任感が強いですね。局長さんが心地いい部屋を用意すると約束してくれたと言っただけなのに、ここまで丁寧に用意してくれるなんて。金羽に関して当主は実戦経験こそあれど
理論的なものに欠けています。ここでの研究が一番の理論補充になるので、今勉強しているところです。現象を伺い神弓を作ることについてはイェンイェンの方が頼りになるので、彼女に任せてください。すみません、学者として長年本に没頭していたら体の方がなまってしまって、ここまで来るのが精一杯でした。それに慣れない環境で強い日差しに当てられ、無理についていこうとも足手まといになってしまいますし、神弓作りという興味深い任務も局長さんとイェンイェンに任せるしかありません。途中で何か面白いことがありましたら、ぜひ私にも分析させてください。これが私が弓作りのためにできるわずかな貢献です。では行ってらっしゃいませ。あら、まだ行きたくないのですか。それでは局長さんの夢の内容を教えてください。今は時間がありますし、ちょっと解析してみましょう。新しい発見があるかもしれません。隔たりがあるのは当然ですよ、局長さん。あなたに疑われるのも当然のことです。いつか私のことを信用できる日が来れば、私の口から話せることも多くなるでしょう。しかし今は目の前に最悪が差し迫っています。難しいことを考えるのはやめにしましょう。トジャクお姉ちゃん、トジャクお姉ちゃん、イェイエンね、また光霊夢を見たよ。空に太陽が10個あって、火の中にお化けがたくさんいて、それでその中にすごく大きな鳥が人の目をした仮面をかぶってて、うちの頭を口に入れて食べようとしたんだ。それってキウだよね。でも夢の中で英雄が現れてシュッてキウを落としたの。トジャクお姉ちゃんは夢解きが得意だから、ちょっと解いて解いて。これって吉兆だよね。もしかして局長さんも同じ夢を見たのですか。イェンイェンは選ばれた不劇だからこそ光霊夢で典型が見えるのですが、局長さんはどうしてそんな夢が見られたのでしょう。あら、お二人は小さい時にはぐれた実の姉妹だったりするのでしょうか。局長のお姉ちゃんも同じ鳥を夢に見たの。これはきっと吉兆だよ。だって今日から神弓作りに出かけるんだもん。学者とはいえ全知全能ではありません。
私も真相を追い求めている最中なのです。局長さんが帰ってからまた話しましょう。イェンイェンとはうまくいきますよ。同じ夢を見たわけですから、本当に吉兆なのかもしれませんね。世の英傑、歌に求む。心在なくて、領宮晴れず。常木ならば、積みの木肉は。神の種ならば、若木や不相。機運を倒すには、絶世の神弓を作る必要があるの。そして神弓を作る第一歩は、天を貫く若木の枝だよ。何言ってるの、見えてるよ。ほらあそこ。これは東州使節団からのプレゼントなの。これにはシン君の祝福があるから、災いを振り払って汚染に抵抗できるんだよ。
ここの匂いは息苦しいわ。お姉ちゃん、局長のお姉ちゃん。お姉ちゃんが起きた。ほっぺた赤くて息も荒いみたい。まさかまたお熱出したの？心配だよ。また夢？それってもしかしてすっごく変わった服を着た炎に包まれた仮面のお姉ちゃんが近づいて抱きしめて話しかけようとした夢？もしかして局長さんも同じ夢を見たのですか？イェンイェンは選ばれた不劇だからこそ高霊夢で典型が見えるのですが、局長さんはどうしてそんな夢が見られたのでしょう？やっぱりイェンイェンと同じいい夢だ。君も不劇のお姉ちゃんを見たんだね。グエン長の、あの時はまだ愚戦長だったかな。不劇のお姉ちゃんは愚戦長で一番強かった人なんだよ。
うちらが何度も邪推を撃退して天才に打ち勝てたのもお姉ちゃんが率いてくれたおかげなんだ。お姉ちゃんはずっと仮面をつけてて綺麗な不撃服を着て高い祭壇に立って、それから剣を持って炎と一緒に魔除けの舞を踊ってた。とっても綺麗だったの。実はさっき車の中でお眠りした時、うちもお姉ちゃんの夢を見てたんだ。キユに挑むのが大変だからお姉ちゃんがわざわざ慰めに来てくれたのかも。あんないい夢は久しぶりだったな。頑張ってなんとか海に行ってって、イエイエならやれるって最後は聞き取れなかったけど、きっとうちを励ましてくれてるんだよ。え？夢時ならトジャクお姉ちゃんの方が上手だから探しに行こう。それじゃあ先に行くね。帰ったらうちらの夢がどう違うのか教えてね。自分も気になるから。フィールドワークがうまくいっていたのに残念です。か細い局長がブラックリングにカウンター、暴走するカセバーサス共同なんて面白いところでしたのに。まあ、あなたの方が大事ですからね。やっと夢解きをさせてくれる気になったのですか。局長さん、あなたの調査結果をないがしろにしたまま雑談に花を咲かせていたのを怒っているのですか。それとも異邦人である私を取り調べするおつもりですか。まさか学者である私が疑われるなんて。今しっかり説明しなければあなたから逃れることはできそうにありませんね。やれやれ。それでは少し白状しましょう。私の故郷である東州はディスシティと違い、長年天災に見舞われ、人々は苦しみもがいてきました。私が神話を研究して旅に出て
ディスシティで情報を手に入れようとするのも、すべては予測不可能と言われている天才を把握するためです。そうですね、112年当州は大型の灰の潮に遭遇しました。いくつかの都市が破壊され、多くの土地が海へと沈みました。それがディスの言う当州沈没です。113年、ようやく鎮圧した首都金雨が突然暴走し、封印を打ち破りました。その突然の出来事で、再建途中だった新しいグエン城も再び大きな損害を受けました。ここ最近で起きた2つの天災はカンナギですら予言できなかったのですが、私はディスシティで興味深い手がかりを見つけたのです。112年8月、当州沈没の直前にどこかの局長さんが眠りから目覚めました。113年3月、彼女が襲われて意識不明になった数日後、遥か遠い土地にいる金雨が封印を破り暴走しました。里いあなたならもうお分かりでしょう。これはただの推測で証拠はありませんが、あなたたちは世界の中心で共同の中心、あなたの無自覚な行動一つが災いに影響します。それなのに皆が見て見ぬふりをしてきました。自分の行動を振り返ってみてください。一体どちらが疑われ憎まれるべきなのか、よく考えてみてはどうでしょう。局長のお姉ちゃん？やっぱりここにいたんだ。早く夢解きの結果を教えて、うちも楽しませて。うん、土弱お姉ちゃんがここを出るとき口を塞いでこっそり笑ってたよ。あんな楽しそうなお姉ちゃんはあんまり見たことないから、だからきっといいことがあったんだよね。待って待って、土着お姉ちゃんがね、うちが君に言うべきことがあるでしょって。いえいえ、を助けてくれて、信じてくれて、そばにいてくれて、いろんな面白いものを見せてくれてありがとう。君がどこの人でも、変な絵画とか壺とか信じてても、うちは大好きだから。じゃあ出発しよう。まだ任務は完了してないからね。うちは頑張って機運を倒して、局長のお姉ちゃんとその故郷のディスシティを守るから。
帰ったらうちらの夢がどう違うのか教えてね。自分も気になるから。内容が違う二つのコーフレームね。バカンスに行くとしようか。ねね、道の方にあるあの青くて高いものは何？若木なのかな？反響時帰局。名前からしてすごい宝だね。イエイエンの故郷にも似たようなものがあるけど、あんな変な形はしてなかったよ。もう、あれってもしかして噂の経典柱？え？ディス人は陰神墜落、セーラン補填の話知らないの？ね、100年前、三つ目のまかみがあまねく再度するために天界から人間界に落ちたんだけど、うっかり頭をぶつけて気絶しちゃったの。でもって神は眠っちゃったけど、穴が開いたままの空か本当か人間界に注がれて、洪水や干ばつや疫病とかを起こしたの。それで人間界にすごい人がいて、陰神の圏域に入って三男最小が青い甲虫になって崩れゆく空を支えたんだ。これがセーラン補填だよ。うちもよく覚えてないの。経文が多すぎて。この神話もまだ解読されてないかも。でもこれからもたくさん勉強するから、別の話をしようよ。律師府や古典伝以外にも神話や伝説をたくさん覚えてるの。すっごく面白いんだから。金羽の使徒の力はかなりのものです。データによると、奴が BR-000 に接触してからその影響はすぐに拡散し、各地で制圧されたはずのブラックリングにも次々と活性化の傾向が見られます。現在 BR-00 には踏襲施設団に制圧され、状況は安定しておりますが、なおも汚染が存在するため、むやみに近づくのは危険かと。しかしそこが目標地点なら、 FAC は無条件で命令に従い、局長と
その悲劇をお守りしましょう。新型の始動を確認。高等ブラックリングが生み出した変異と推測します。直ちに殲滅する必要があります。妖艶に大会長と小会長、あと小猿もみんな消え得の眷属なの。イエンイエン、あいつらを駆除する方法知ってるよ。いい？行くのか。さて、私の仕事はこれで終わりだ。金が鳴るわ。儀式を始めましょう。完了。でもなんで若木の近くに怪物が。
まさかディスシティにキラキラした高いビルの他にもこんなところがあるなんて。この家とかその石ころとかはなんかの怪物に壊されたの？あ、火事になったのもある。ここってなんか良くないことが起きたのかな。それも神様が怒ったから？いえいえ、そういうお話好きだよ。家でもばあちゃんがよくね、英雄が機運を射止めたお話をしてくれたんだ。英雄はみんなを守って、みんなも一緒になって英雄の力になる。そんな話ならいくら聞いても飽きないの。当然ながら現場では天を貫く若木らしきものは発見できませんでした。ですが増殖している特殊な汚染物が発見されました。そしてその汚染物はすでに流民要塞の住人に影響を及ぼしています。耳鳴りがする、または鳥の声が聞こえると訴え者が続出しています。よくないよ。ずっとそんな声が聞こえてたら夜も眠れないじゃない。局長のお姉ちゃん、枝を探すついでにそこのみんなも助けてあげられないかな。ほら、神話の中の英雄ってみんなを助けてあげるよね。開演の時が来たわ。思う存分楽しんでいってちょうだい。Thank you.
おいしい。おばあちゃんのご飯に負けてないかも。グエル吹雪の記録によると、動物同士っていう食料法があるんだ。ディスシティの食べ物をたくさん食べたら、うちももっと早くここに馴染めるかも。ダメダメ、今日は仕事があってきたの。体の調子が悪いようだが、どれ見て、もちろんもちろん、これは我が都市特有の療法で、疲れを癒し、体をリラックスさせる効果がある。おじさん、今祭祀の舞を踊ってた？ちょっと動きが変だったよ。そんなんじゃ神様が怒っちゃうよ。何よりさっきのじゃ祝福の効果は得られないから。はあ、お嬢ちゃん何を言ってるんだ。こうするの。ほら、これはイエンイエンが不撃候補になったばっかりの頃に覚えたんだ。何？夫人ゴッホ？ゴッホは男じゃなかったか？僕のはオイルで。仕事仕事。生きる実感を与えてくれてありがとう。
私についてきてください。英雄は一番固い枝ができるまで若木を守った。そして怪物を追い払ってくれた英雄への感謝として、若木は枝を英雄に送った。ほら、あれが若木がくれる謝礼だよ。そんなはずない、きっとどこかで間違ってたんだ。ここは若木が枝を英雄に渡す場面で、いえ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 、謝るから機嫌直して。え、救済を与える。戦いは好きではありませんが、逃げることもいたしません。戦いは好きではありませんが、僕が倒された。キラキラしてて力あふれる神木の枝、熱シフの言ってた弓の材料で合ってるよね。よかった、これで弓が作れるよ。
いけません。あれは汚染物です。直接触ってはなりません。神木を取るのを手伝ってくれてありがとう、局長のお姉ちゃん。でも神話と違って神木をボッコボコにしたけど、本当に大丈夫かな。神話通りにやれてないから、もしかしたら。そうだね。なんでイエイエンはそう思わなかったんだろう。終わりよければ全てよしだもんね。若木が本当に怪物と一緒に民をいじめてたら、英雄に懲らしめられても仕方のないこと。局長のお姉ちゃんの言う通りだね。いいスタート。今回の材料はイエイエンが故郷でもらったものよりも大きいの。きっといい弓が作れるよ。おはははは、帰ってきたのか。その様子だと戦ってきたみたいだ。疲れたか。祭司の舞が間違ってても頭痛は治るの？お嬢ちゃん、分かってないな。これはヨーガ！西区の人たちの支え？そんな、大げさだよ、局長さん。いえいえ、もう別に下手だなんて言ってないし。祭司の舞は祈りと祝福のため、みんなが災いを前にして笑っていられるためのもの。さっきの金融祭司の舞の動きは変だったけど、
それでもみんなを笑顔にさせられる人は万人に一人の不撃の天才なの。お嬢ちゃん、イエンイエンと言ったか。お嬢ちゃんも筋がいい。あ、どう、一緒にユーガを学ばない？君みたいな勉強熱心なお嬢ちゃんはこの流民要塞でも多くないよ。いっそみんなイエンイエンのチームに入ってよ。人が多ければ心が強いし、一緒に機運の神話を解いてほしいな。ちょっと待って、逃げないで。別に全部任せたりしないから、ちょっとずつ学べばいいんだから。生きる実感を与えてくれてありがとう。龍が雨呼び。よし、英雄はいい弓の材料を手に入れた。次は伝説の鶴を探そう。行くよ東へ。しかし英雄は東海まで来ると、そこでものすごい洪水が起きているのを見た。そして元凶はなんと妖竜だった。早く行こう局長のお姉ちゃん。次の目的地はここだよ。確かにサビの川は問題が生じていますね。局長、共同の影響により、サビの川の底の汚染液が塩を形成して流出しています。いち早く処理しなければ、西区にも広がる恐れがあります。なんか東海の洪水より弱い気がするな。でも、毒を含んだ洪水なら、それでも十分な災いだよ。怪物がたくさん出てくるからね。エビやカニの兵士とか、亀の上昇とか。みんな邪悪な竜の手下なの。洪水を沈めて怪物を駆除したいなら、まずは悪さをする竜を倒さないといけないね。はい、お水ゆっくり飲んでね、おじいちゃん。じゃないとむせちゃうから。
もう見抜いているんだから、おとなしく捕まっててちょうだい。この先危ないよ。すごく危険な何かがいる。局長のお姉ちゃん、やっぱり別の道にしよう。臨病当社会人熱内戦。この先に解明獣がいる。あれは虎と同じ大きさで、たくさんの頭がついてて、いつも東に向かって立って、一番甘く見ちゃいけない災いを象徴する獣なの。ほら、あの高いところにぐるぐる回ってるよ。別に怖くないもん。優秀な不撃は怪物なんかにおじけづかないんだから。まあ今回のは例外だけど。己悪竜め、きっとうちのことを調べたんだ。子供の頃怪名獣の話を聞いて泣き出したことを知って、こんな方法を使ってうちを怖がらせようとしてるんだ。うん、いえいえ、子供の頃からずっと引っ越してばっかりだったし、時には干ばつ、時には洪水のせいで、メリーゴーランドも遊園地も今日初めて聞いたよ。いえいえ、なんか変なこと言った？なんでおじいちゃん黙り込んじゃったの？きっと再建できるよ。7年前、九千町がキーウの人に目いっぱい破壊されちゃったけど、みんな諦めないで、また何年もかけて、もっと大きくて新しいグエン城を作ったの。
だからみんなもきっとできるよ。うん、絶対来る。それでいっぱい楽しむの。私は前線に立つのはつまらないわ。本当に行くのか？心配しないで。バンカの演奏が始まったわ。ニノ様の後ろにしっかりついてて、風に飛ばされないようにさ。
配しないで。バンカの演奏が始まったわ。東に立ち西を望むって詩に書いてあったのに。東に行ったし西の方も見たし、イエイエンがもう一度占ってみるよ。今度こそきっと見つかる。空に水あり待つべし。いやいや、こっちじゃない。天下に山あり忌避すべし。あれ、これも違う。何？あれは。これが竜の筋？竜筋を抜き威風天下に。
予告してあげる。私もう少しだったら逃げちゃうわよ。頑張って追いかけてね。本当に行くのか？さて、私の仕事はこれで終わりだ。君たちの幸運を祈る。神はいずこか冥道にあり、陰陽を知り神託を下す。あっちだよ。神君の試練を乗り越えてこそ金を射落とす矢が手に入るの。でもグエン城でも神君に謁見した不撃は少なくて、あるのは神君の伝説だけ。だからイエイエンちょっと怖いんだ。当州の人はいつも不思議なことを口にしますが、まあ終わりよければ全てよしです。ええ、だから安心して行ってください。我々はここで命令を待っています。まあここなら鳥の鳴き声も聞こえて退屈しませんから。そうですよ、治安広場の時は今よりもっとひどかったんですから、頑張ってください。うん、いえいえ、頑張るよ。
お初にお目にかかります。グエン城不撃候補イエンエンと申します。局長のお姉ちゃん、シン君が試練の内容を教えてくれるよ。君の信託分かったの。これはすごく難しい試練だから、みんなで力を合わせないと。最初の試練は湯の谷に行って、キーウがお風呂に使う湯をバケツ2つ分汲んできて。これ本当に大丈夫か？この子の解読は合ってんのかよ！あの当主のなんとか神も頭おかしいんじゃねえか？し、声が大きい。でもこの仕事、最初から変だと思ったよ。湯の谷で金魚が風呂に使う湯を汲むって、本当に正しいんだろうか？それに、卵炒めを作れとか、ニューシティの花屋を全部回る勢いだったよ。あいつ、さっきから変だけど、まさか共同に侵食されたんじゃないだろうな。そうだな、空気に向かってシン君シン君呼んでたしな。まさか精神に何か。局長のお姉ちゃん、イエイエンが解読した試練ってそんなに変だったかな？焦ってないよ、ただ心配で。うちの力が足りなかったから、シン君の言葉の意味を間違ったのかなって。
伝説の中ではシン君は威厳のあるお方なの。だから変な試練を出したり笑われたりするようなことはないはずだよ。だから変なのは、笑い物にされてるのはうちってことになるよね。本にはそう書いてあったけど。熱烈な行進曲でアタイらの戦いの幕を開けよう。つまらないわ。私は前線に立つのは向いていない。君たちに任せよう。
無敵な EMP のおかげだな。今回はいろいろ拾えそう。本当に行くのか？さて、これがシンくん？シンくん、イエイエの声が聞こえるのですか？そういうこと。シン君はイエイエを拒絶したんだ。じゃないと、あんな丸い鳥をイエイエにぶつけるよう命令したりしないもん。イエイエの力が足りないから、みんなの期待を裏切っちゃった。これは、
といいけど、みんなここまで来てくれてありがとう。局長、ここは私が。局長もお疲れでしょうし、彼に任せましょう。口こそ悪いですが、根は優しいやつですので、ご心配なく。彼女がここまで疲れたのも、このディスを守るためです。彼女の言葉の真偽はともかく、いい子には違いありません。どうぞお先に。私は前線に立つのは向いていない。戦いは好きではありませんが、逃げることもいたしません。救済を与える。大丈夫大丈夫、行くってば。私が行けばいいんでしょ。モードを切り替えます。もう苦しまなくていい。
そこで動いてるのは何？ほらほら見に行ってみようよ。金羽の使徒はまだ現れないのか？この作戦いつまで続くんだ？局長とあの嘘つきがやっていることは本当に効果あるのか？なんかうさんくさいんだよな。俺はそんなに嫌いじゃない。当主のやつは変人ばかりでいつも何か企んでいる気がしていたが、あの子は本当に頑張っているよ。なんだ、懐柔されてんのか。小娘を派遣したのはそれが目的かもな。だがあいつらが術式の目的を話すまでは異邦人なんざ簡単に信じるなよ。はいはい、俺も別にあいつが嫌いってわけじゃねえよ。あの局長もあいつに優しくしてんだろ。対ブラックリングの英雄で頭もいい局長が間違えるわけないって思ってるさ。二人はいろいろ行動して疲れたから今は寝ている。せめて俺たちがしっかりと見張って今だけは寝かしといてあげよう。危ない。目覚めよ。ヒューが来る。あの子が危ない。助けて。わからない、怖いよ。こんなに頑張ってるのに失敗したら家へのせいだよね。どうすればいいの、もうわかんない。ユキのお姉ちゃん、やっと会いに来てくれたの？
ムギキのお姉ちゃん、会いたかったよ。話したいことがたくさんあるの。うち不器用で何にもうまくいかなくて、どうしたらいいのかわかんないんだ。そう、力をキユに捧げればいいのね。わかった、今行くよ。全部お値段の鎧に。ウギキのお姉ちゃんの言うことはきっと正しい。阻止して危ない。救済を与える。開演の時が来たわ。あなたたちの帰る場所だ。ここで眠って私への感謝を抱きながら。局長とあの子を見つけたぞ。彼女は無事です。局長が早く状況に気づいてくれたおかげで助かりました。局長の方が心配です。どうか自分のことを第一にお考えください。自分がそんなに焼かれているのに、まだイェンイェンのことを心配しているのですか？
私です。これで二度目ですね。無理しないでください。局長さんは優しいので、私が心を痛めてしまいます。神弓の材料もすべて無事ですよ。だから安心して休んでください。お疲れ様です。もう苦しまなくていい。これで私が探求したいものはここにはない。大丈夫、きっとうまくいく。何の問題もない。あと少しで、もうすぐ完成する。もう問題を起こしちゃダメ。うちは本当に不器用だね。あともうちょっとだったのに。名分の刻印もできないなんて、不利が務まるわけないよ。局長のお姉ちゃん、家にはね、天才が怖いの。子供の時、キーウの日照りで畑が全部台無しになって、手下の怪物も人を傷つけたりして、今でもおばあちゃんの家が燃えるとこをはっきり覚えてるよ。すごく怖かった。でもあの時、苦戦場にすごく強い不義が現れたの。そのお姉ちゃんはすっごく優しくて強くてね。いつも災いの日時を予言して、うちらの前に立って天災に抗って邪水を撃退してくれたんだ。うちやおばあちゃんがもうダメだって思った時、お姉ちゃんは新しい場所を占ってくれたんだ。あと祭司の前でうちらを祝福してくれたの。それでおばあちゃんやみんなに一番綺麗な日没を見せてくれるって話してくれたんだよ。不劇のお姉ちゃんは強くて頼もしくて、いつも笑顔でみんなを励ましてくれて、みんなに信頼されてたよ。そして最後はみんなを率いて機運を射止めたんだ。うちもお姉ちゃんみたいに天才の前に立ちふさがる人になりたい。おばあちゃんや天災で苦しむみんなや、
うちのような怖かった人たちに、大丈夫だよ、ウゲキがいるからって言いたいんだ。でもイエイエンはそんなに強くなれなかった。高齢の力も弱くて、いつも妖霊の言うことを勘違いするし、古文も読み取れなくて信託を間違えたりして大ごとになったこともあった。リスのみんながイエイエンのこと信じてないって分かってる。不劇のお姉ちゃんの口から言う神話はあんなにすごかったのに、うちの口からするとバカみたいで、材料を集める時もみんなに迷惑かけてばっかりだったし、不劇のお姉ちゃんはもういない。お姉ちゃんが守り抜いたこの世界をうちが守れなかったらどうしよう。もしまた災いが来たら。それは局長とみんなが力になってくれたからだよ。それなのにうちは邪推に騙されて、ここにも優しい人がたくさんいる。うちがちゃんとやらないとみんなまで苦しむことに。到着お姉ちゃん、いった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 。あら、イェンイェンのこの小さな脳みそは寝ぼけているみたいですね。あまり思い詰めるのは心の病なので、そっちも治してあげないといけません。愚仙町に長くいましたが、完璧なアイドルのような不劇なんて聞いたことがありません。どうやら真実を教えてあげないといけませんね。え、これって何？これがあの不劇が作った初めての神弓です。あなたのとは比べ物になりませんね。局長さんは学者であるこの私の禁忌書画を疑うのですか？彼女が彫刻した本物を見れば、私の絵がいかに素晴らしいか感心するでしょうね。むしろ私の筆により今の神弓の上品なデザインがあるというものです。だからそんなに眉をしかめないでください。イェンイェンはよくやっています。先輩にも負けないくらいに。そうですね、もう一つ教えてあげましょう。あの人、あなたの年では泳ぎもできなかったんですよ。水に入ってしまった時など危うく溺死するところでした。え、本当？うちでも？違う、そんなことない。土着お姉ちゃんは人をからかうのが趣味だって局長のお姉ちゃんが言ってたもん。うちこの目で不劇のお姉ちゃんの力を見たんだ。あれは神弓を作り出して金運を殲滅するほどの真の力だった。土着お姉ちゃんが言うように弱いはずがないよ。うちと違って。
一緒ですよ。あのバカもあなたの前で格好つけるために必死に頑張っていたのです。あの人はさまざまな場所に旅に出て、本を読んで修行を積み、他人に疑われては傷ついて、そして何度倒れても立ち上がってきたのです。そうしてあの人は高齢術に精通し、未知を理解し、民に寄り添うようになったのですよ。水流に抗うために3ヶ月も池にこもり、お腹いっぱいになるくらいの水を飲んで、ようやく泳げるようになりました。だからね、イェンイェン、それでも不撃が遠い存在だと思いますか？でも結局イェンイェンは最後にキーウに立ち向かわないとダメなの。キーウがどれだけ怖いのかはすごく知ってる。うちなんかが残された短い時間で本当にできるのかな？あなただけなら無理でしょうね。シア術は一人でなせることではありません。あの人の後ろに支えてくれる仲間が大勢いたように、不撃は全員の力を合わせてシア術を成し遂げるものなのです。それじゃどこからそんな人を見つけ出せばいいの？あなたね、後ろに振り向いてみたら？少々ご報告を。 FAC は使徒の居場所を概ね突き止めました。写実計画は間もなく実行に移すことができます。MBCC のメンバーも調整完了しております。いつでも局長と使節団に合わせて行動を開始できます。研究所の推測では使徒はまだ休眠状態にあるとのことです。必要があるようならドローンを派遣して時間を稼げますが。どうしました、イェンイェン大使、目が赤いようですが。だから女の子をいじめるなって言ったろ。何怖い顔してんだよ、早く謝れ。大丈夫、白くてでかい人ありがとう。管理局のみんなもありがとう。うちちゃんと休んでぐっすり寝ていっぱい食べて頑張って落ち着いて、そして視野術をなしてみせるから。土弱お姉ちゃんが教えてくれた視野術の流れもきっちり覚えた。お腹いっぱい食べてしっかり寝た。風水ラバンに虫眼鏡、それにスリングショットも用意した。そしてイエイエのそばには2人が、そしてディスのみんながいてくれる。だから明日の視野術はきっとうまくいく。